またイケアに来ました。懲りずに、懲りずに飽きもせず。髪色がグレーになりまして、いい感じ。テーブルはね、あ、あそこにあるじゃん、見に来ました。本当だ。あ、てかこれちっちゃい。あ、ちっちゃいね。ちっちゃいバージョンもある。ちっちゃいバージョン。でも私たちが欲しいなって思ってる。いい感じだよね。やっぱ下もさ、こうやって収納があってさ、決定です。日本の本屋バン。お買い物終わったので帰りたいと思います。まあね、こんな感じです。これがさっきのテーブルで、これはもうねすごい欲しかった鏡で、こんな感じでちょっとだけこの辺は前回買ったんで、あ、どうでした。はい、で今から車に積み込むので待ってます。はい、さっき言ってたテーブル、テレビって言おうとした。もう今は12時9分です。この人がなんか言ってるけど、なんかよくわからないから結局 IKEA に聞くしかないみたいな。2本しかついてないみたいな。この説明書も意味ないし。はい、ということでここまで見ていただきありがとうございました。次の動画で IKEA での買ったものを紹介したいと思いますので、もしよかったら見に来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。騙されて